おはようございます。地球仙人です。昨日の動画はこう目線をこうやって話してる動画撮ったけど、やはりあんまり受ける印象は良くないですよね。こう見下ろしてると与える印象、受ける印象、やはり対等に見られたいなら、この対等の目線をまず持つことですよね、うん、もう少しこう上げてもいいんだけど、盛れる角度っていうのあると思うから。だけど私の場合、髪の生え際があるんで、まあ三脚の高さからこれはちょうどいいんだけどね。うん。キャメ様。そう、いいと思うよ、あの絵、なんだっけ。観音様の絵。と、あと王冠の絵も好き。あのピンクの背景に金色の赤いビンディ。ただね、私もほら焼き餅ってあるから、なんだろう、旦那がいる人、女性あんまりもうね、こう必要以上にこうわーっているだけでもうね、なるべく遠くから見てるよーって、応援してるよーっていう感じ。うん、でお化粧もいいと思うんだよね、その女性は。やっぱりすっぴんは一番だけど、その大切な人のためにこう取っとくと、この公の場ではやっぱ仮面をつけてっていう、その女性のあり方ってありますよね、うん、だからまあ自由ですよね。私が何を言おうが、何を言おうが、誰に何言われようが、自分の好きなように、こっちを、なんだろうな、好きなようにやったらいいよ、うん、ね、みんなやってんだけどね、好きなようにね私に言われなくても。まあでもね、まあこっちも結構さ、気を使って、なんだろう、うん、それでもね、そういうこともあるよね。何かあったねって、手探りでいいと思うんでね、こう本当に何かをね、こう何かこう、つかめるものってもうすぐ目の前、今ここにあるものだから、何でもいいんだよね、好きなようにしたら、そう、信じることだよね。信念っていうのは、その昨日言ってたそのフェイス、 FAITH、 Have faith in yourself、 Strengthening faith、 信念を強くするっていうのは、この意識の流れを、この流れを信用する、信じる、その行き先はどこであれど、また日は昇り夜は明けるっていうことですよね。ラララ
ー。